3! 7だ！これ以上私の可愛い生徒をいじめないでください！そう泣き崩れ、我が学校ではもうあの男子と関わるのはやめようと思った。がしかし、我が学校には彼女という優秀な生徒が存在していることに気がついた。彼女はオーロックス。いかにも男勝りという風格を持つ女の子。この生徒があの忌まわしきいじめの素質を持った男子に立ち向かい雪辱を晴らすと信じたい。今度こそあの調子に乗った最低男子への雪辱を晴らし、引導を渡してやろうじゃない。ね。よし、行くか。よっしゃ。今日中にあいつを転校させてやる。さあ、おっぱじめようか、この憎ったらしい不良が。うわ。とにかく、ズキンズキン不要が最優先なので、で、次がジェーンの MP だね。おっと、いきなりオーダーが。とにかく、おっと、おいおいおい、オーダーがよ、ちょっと、ズキンズキン与えないと、あいつに勝てるわけないよ。なんとかならねえかなぁ。ビートさ、早く来いや、ちょっと戦えねえよ、さっきから。もう3ターン目から回復ミラクル。撃っちゃうよ。もう、どんなにダメージだよ。2ターン、殴られて、応急処置して、マッチに来たんだよ、うちらは。あ、ようやく来た。こっからが我々のターンですぞ。覚悟しろ。よっしゃ。さあ、高確率ズキンズキン付与食らえや、ほら。こっからバンバン傷をつけまくって、お前を地獄に落としてやるからな。覚悟しとけ。ビートがつくねー。これきついかな。撃つか。回復ペースはまあ、凄まじく順調だけどね。あんまりね、長期戦はちょっと危険なような気もするけどね。なんとか30ターンくらいでさ、ならねえかね。さあ、姉さんのパワー自慢のお時間ですわ。見ろ、このパワフルな姿。まさに男まさりの貫禄。ぶっ飛べやー。まあ、知ってるけど、そんなもんで。で、ちょっといいかげん。あー、来た来た、ようやく。あ、しかも2発も。ありがてえ。これで2ターンプラス2ターンで、4ターン分継続できるということで合ってるんですよね。その手、もう設定にしてくれたのが実にありがたい。クリップダメージ系の方は。あれはさ、具体的に他何が重ね掛けできるようになってるんですかね、状態以上は。どんどんもうちょっと重ね掛けしていきましょうか。もうね、いつビート来てくれるかわからないっていうことをね、序盤で嫌っていうほど体験しましたので、もう付与できるなら付与しておこう。ただ、オーロックスもさほど耐久力が高いわけではないから、ちょっとね、やばいかもね、ちょっと。早くもピンチかよ。こんなはずは。いや、ビートあるけど、これかなり。いや、もっと慎重になる必要あったかな。無理だよな、このターン。買うか。いやー、きついねー。ほんときついわ。マジか。やはりこの男子に立ち向かうのは無理な話だったのかな。たまるけどよ。いや、間に合わねえな。使うか。いや、こんな序盤って。厳しい。まだ。いやー、ここから体調スキルなしで。マジ。さあ、で、ウミネコちゃんもそろそろやばいな。ウミネコちゃんはここで終わりかな。まあそこまではね、想定の範囲内で、最終的に3人がね、残る形になると言いますのもね、あるし。はい、みねこちゃんお疲れ様でした。うまかったね。いじめっ子相手によく頑張ったよ。よし、こっからは3対1だ。突き上がるのはそこまでにしろ、てめえ。私らはいけるからね。それはもう、この救世主、パワー系女子がいるおかげなので。さあ、頑張ろうか。残り3分の1。野郎もそろそろは、抑えてきただろう。え？おい。パワー系女子一人いるだけでここまで変わるんだよ。俺は何もしてねえけどな。よしよ、3分削ったぞ。よしよし、もうこいつも突き上がる余裕なくなってきたんじゃないの。さすがはね、もうパワー系女子の力ですよ。こいつらかかしてやるぜ、ボケー。おいなり様委員長、パワー系女子だけではない、委員長もまた力のあるクラスメイトの一人。ちょっと味わえ。はい、うん、いいんだよこれで。何にも言っちゃいけねえよ。ちまちま削っていくわ、今後もこのクラスは。いやー、来たねー、女の子たちの時代が。パワー系女子の時代来るんじゃないですか。なんなら霊長類最強のあの方と肩を並べられる時がねえ。桁違いだわ。なんであんな序盤ピンチになって最強スキル回復使いまくったんだろう。だこの男もしかして序盤飛ばしすぎて後半バテてるんかな。調子に乗っちゃったかな、てめえ。あれだけ前回ボコボコにして歓喜溢れた気分だろうから、天国から地獄へ流れるパターン来た、これかな。先生、男子が修学旅行ではしゃいで途中骨折しましたという流れ来たんじゃないですかね。ざまあみろのパターン。いやー、そうか、攻略もあると脆いもんですね、この男子も。オーロックスというパワフルな女子がいかに怖い存在かを思い知ったということでしたね。え、かわいいね、僕。よっしゃ、パワフル演出の時間だぜ。見ろ、男子、見ろ、この男勝りな演出。興奮してきたか。
ダンス最低からの音楽合唱の期間に突入。ちょっと男子ちゃんと歌ってる。ちょっとそこコソコソ喋らないでちゃんと話を聞いて。ラッサとガタリンの話じゃ。そろそろこいつを退学にさせる時期が来たぞ。もうお前は退学。この世界では実力が全てなので、負けたら即退学でーす。最終目標はヤツを絶対に退学させることです、うん、こいつはな、前菜だ。反省でもするかい。まあ、容赦しねえけどなこの時期の女子たちはね、特に容赦しねえからね。怖いぞ、特に中学高校あたりの女子は。もろかったな、てめえ。あれだけいじめておいて。まあ、全然そんな例は珍しくもなんともないけどな。学生の頃付き上がって社会人になって浮くなんて例はな、特にだから、あん時にも言っただろ。学生の時からちゃんと真面目に勉強しておけば、将来いい大学に入って就職もいいとこつけて安定した収入になるって残念だったな、もう暴れられなくてあれだ、お前は出る杭は打たれるということをね、肝に銘じて華々しく去ってくれ、この学校から。はい、よし、最後ちょっと歌ってやるよ。いざさらば、さらば男子はい、そしてこれが最後のマッスルショーだ。見ろこの活気あふれる姿を。え、てめえ今胸見たな。ダンス最低興奮してんじゃねえ救えねえ野郎だ、てめえは。もうさっさとこの学校から出てけ退学だあー、長かった、喉がもう。いや、さすが救世主パワー系女子、オロクさん、マジで感謝します。部活何部ですか？いやー、てか勝ったね。いけたわ。今回絶対無理だと思ったけど、諦めねえもんだね。まあ、オーロックス部長がいなければ無理ゲーだったけどね。はい。いや、ありがとうございました。あなたのおかげで女子たちは雪辱を晴らし、胸がすく気分になったかと思います。ええ。今それをあなたの胸を言いながら言いました。男子最低